にちは、全翔です。チャンネルを見つけてくださってありがとうございます。楽しんでいってもらえると嬉しいです。それでは早速見ていきましょう。四角いキューブ型の外観に木目調の玄関扉がアクセントとなっているシンプルな外観。グレーの外壁はストという塗り壁材を使用しています。また差し色として黒の窓枠やポストを選びました。玄関に入るとウェルカムボードがお出迎え。玄関に入って正面の壁にニッチを設けることでこんなに素敵な空間が叶いました。玄関収納はピクシルの既製品をセレクト。収納の上にちょっとした飾りを置くことで玄関の飾り付けが楽しめます。トイレはタイル調のクッションフロアとグレーのアクセントクロス、木の造作手洗いを組み合わせてナチュラルかっこいい空間に仕上げました。背面には収納用の棚を設けています。トイレ内の照明はこちらのペンダントライトのみ。照明自体が可愛らしいので空間のアクセントにもなっていますし、しっかりと優しい光でトイレ内を照らします。奥に進むとお出かけの時の持ち物などを収納できる可動棚へとつながります。玄関から見た時の景観を保つため、玄関からは見えない位置に設計をしました。さらに奥に進むと洗面スペースへとつながります。お家に帰ってきてカバン類を収納にしまい手洗いができるという帰宅動線バッチリの設計です。洗面はオーナー様こだわりのグレートーンで仕上げた造作洗面。タイルもグレーをセレクトしました。水跳ねが気になる壁面にはタイルを施してメンテナンス性もバッチリです。モルタル調のカウンターとタイルの色合いの相性もバッチリですね。また脱衣室と洗面とセパレートすることで家族がお風呂に入っている間も洗面が使えるようになっています。向かって左側のドアを開けるとキッチンへつながっています。買い物帰りの時などはこちらの動線を使ってキッチンへと向かうことが可能です。洗面向かって右側には 2.5 畳の脱衣室をレイアウト。水回りの動線も使いやすい配置になっています。脱衣室はランドリールームも兼ねるために物干しができるアイアンバーやハンガーパイプを設置しています。奥には可動棚を設けることでストック類や下着関係をしまっておけます。アイロン掛けができるカウンターも作らせていただいて充実したスペースとなっています。LDK は21畳。リビングは吐き出し窓から自然光が差し込み、心地の良い空間となっています。また、身長が高いご主人様でもより広さを感じていただけるよう、リビングの天井は張り見せに。そうすることで、天井高が2メーター70センチの高さになっています。また、階段部分は吹き抜けにすることで、実際の畳数よりも広く感じる空間作りとなりました。 L 字にクランクしているデザイン階段も空間を広く見せるための工夫。手すりをアイアンにすることで目線が壁へと抜け、より広さを感じます。吹き抜けで2階とつながっていることで家族の気配を感じられるリビングに。どこから声をかけても返事がすぐに返ってくる、そんな空間になっています。吹き抜け部分を見上げると板張り状のクロスとシーリングファンが目に飛び込み、
かっこよさを感じられます。床材はイクタの名木フロアラスティックブラックチェリー、上品で落ち着いた色合いが魅力的です。キッチンとダイニングは横並びに配置、リビングに対してあえて天井高を抑えることで空間にメリハリをつけました。キッチンの腰壁部分はグレーのクロスとナチュラルな木の笠木を選択、キッチンの手元を照らすペンダントライトと組み合わせることでとってもおしゃれな空間になりました。キッチンはリクシルの AS、 空間に統一感を持たせるため扉材はナチュラルな木調のものを選んでいただいています。カップボードも同じくリクシル、開口部分にゴミ箱がしまえる便利なタイプです。キッチン背面にはタイル調のアクセントクロスを施しています。遠目で見るとまるで本物みたいなクロスでおしゃれなデザインを叶えました。2階には大きな壁面収納を確保、幅約 1.8m もの大きさの収納にたくさん物がしまえます。家を作るなら吹き抜けを設けたいというオーナー様の希望で実現した吹き抜けスペース、正面に設けたフィックス窓から見える景色もインテリアの一部となりました。手すりやファンなどは全て黒でまとめたのもこだわりです。寝室は 7.5 畳、ブラウンのアクセントクロスを施して落ち着いた空間に仕上げました。寝室からつながっているバルコニーは壁と天井に囲われているインナーバルコニーのため、雨の日でも安心して外干しをすることが可能です。約2畳のウォークインクローゼットも寝室に設けました。2階のトイレはご家族がメインに利用するため比較的シンプルに、シンプルながらもクロスは色付きのものを使用することでモダンなイメージに仕上がりました。トイレットペーパーが収納できるニッチもポイントです。子供部屋は将来的に2部屋にすることができる設計に、それぞれにクローゼットも設けています。はい、以上で今回のお家のルームツアーとなります。これからも素敵なお家をご紹介させていただきますので、よければチャンネル登録お願いします。それではさようなら。